すみません、すみません、いないのかな、水漏れしてるから困るんだけど。すみません、私はかなみ、40歳、ボロアパートで一人で暮らしている。数年前までは旦那と娘と3人で幸せに暮らしてたんだけど、運転していた旦那の不注意で事故が起こり、旦那と娘は天国へ。しかも被害者もいたため、今私はその損害賠償を払いながら生きている。貧しいし寂しいし、もう何のために生きてるかわからない。その上今度は水漏れ。いいことないや。もういっそのこと死んじゃおうかな。すみません、出ないし。何ですか？あ、こんにちは。私下の階の住人なんだけど、お母さんかお父さんはいる？いないです。そっか。この子、天国に行った娘と同じくらいの年齢。お父さんとお母さんはいつ帰ってくるの？もう帰ってこないです。え？水漏れですよね。私実は目が見えなくて、申し訳ないですけど見てもらってもいいですか？あ、そうだったんだ。どうぞ上がってください。お邪魔します。どういう意味だろう、もう帰ってこないって。もしかして捨てられたとか？そうだったらひどすぎる。家に上がってみると、その理由がすぐに分かった。え？お父さんとお母さん天国にいるの？はい、この前交通事故で。そうだったのね。今は誰と暮らしてるの？一人です。一人？そうです。どうして一人なの？それはどうする、あの子、たく余計なものを残してくれたもんだ。親戚は私たちしかいないから引き取るしかないのかな。はあ、引き取るわけないだろ、目が見えないんだぞ。目が見えてもよその子なんて邪魔だっていうのに、さらに目が見えないなんてお荷物にしかならん。そうよね、私も嫌だわ、こんなの引き取りたくない。でも調べてみたら、障害のある子を育ててると補助金が出るみたいなのよね。補助金？ええ、結構出るみたいなのよ。ああ、どうにかしてお金だけ受け取る方法ないかしら。あるぞ。え、何？教えて。俺たちが育ててることにして、どっかのボロアパートに入れとくんだ。最低限の食料だけ置いときゃ死にはしないだろう。ナイスアイデアじゃない。そうしましょうよ。何それ、ひどい。しょうがないんです、私は目が見えなくてお荷物ですから。そんなことないって。いや、水漏れであなたにも迷惑かけちゃってますし。いや、本当にすみません。大丈夫だよ。この子がこの年でこんなに大人びてるのは、ひどい目に遭ってきたからなんだろうな。ねえ、あなたの名前は？マリです。私はカナミ。ねえマリちゃん、よかったら私と一緒に暮らさない？貧乏だけど。え？あれ？私何言ってるんだろう。でもそう思ってる、この子の面倒を見たいって。娘と同い年くらいだからかな、この子を幸せにしたいって思う。ダメかな。いいんですか、こんな私なのに。こんななんて言わないで、私はマリちゃんと一緒に暮らしたいの。あ、犬塚さん、鍵開いてますよ。あいつらきっと鍵閉め忘れたんすよ。ラッキーっすね。よし、今日は中で待つかって。あ、いたのかよ。なんですかあなたたち。俺たちは犬ファイナンス、闇金だ。闇金？ああ、マリの両親がうちに借金をしててな、その関係で来たんだよ。え、闇金に借金？マリの両親はどこにいる？いや、マリちゃんに今ご両親はいなくて。なんだと？本当なんです。ほら、
今はマリちゃんのおじさんおばさんがマリちゃんの保護者なんですけど、ここには事情があっていなくて。そうなんです、ごめんなさい、借金返せなくて。私がいつかちゃんと返します。それよりそいつは誰なんだ？まあいい、マリ、とりあえず行くぞ。ちょっと待ってください。はあ？闇金なんかに連れて行かれたらマリちゃんが何をされるかわからない。その子は私が育てるんです。何言ってんだよ、てめえはマリの親族かなんかなのか？違います、ただの下の階の住人ですけど。ならてめえに引き取る権利はねえだろ。でもマリちゃんに一緒に暮らそうってさっき言ったんです。てめえ、マリちゃんはあなたたちには渡しません。カナミさん、その手を離せ。え？俺たちは闇金でもありヤクザだ。この銃は本物、マリの手を離さないなら撃つぞ。やめてください。マリは下がってろ。話しません、マリちゃんは連れて行かせません。てめえ本当に撃つぞ、命が惜しくねえのか？犬塚さんはやるって言ったらやる人だぜ。いいのか、ここで冷たくなって。東京湾に沈められることになるぞ。悪いことは言わねえ、そこをどけ。カナミさん、私のことはもういいですから。いやだ、どかない。マリちゃんは私が幸せにする。娘のことは守れなかった、だけどマリちゃんだけは守る。私の命に変えても。そうか、なら死ね。けアホなやつだ。行くぞ。やめてください。そこで私は意識を失った。お父さん、お父さん見て。なんだそのバッグは？あいつの補助金が入ったから買っちゃった。いいでしょ。おいおい、俺にもちゃんと使わせろよ。わかってるって、余ったのは全部お父さんが使っていいから。ならいいが、でもあいつのおかげで生活に余裕ができていいな。ねえ、育ててないのにいろいろ補助金が入ってくるなんてラッキーすぎる。これならもっと買いたいくらいだよな。そうよね。ああ、どっかに障害者落っこちてないかしら。そうだな、児童養護施設とかでもらってくるのはどうだ？あ、それありかも。でもどうやってもらえるのかしら。役所で聞いてみよっか。そうだな、早速聞きに行こ。どうしたのお父さん。助けてくれ、ドアが倒れてきた。え？早くドアをどかしてくれ。どうしてだ、まだそんなに古い家じゃないのに。違うわよお父さん、壊れたわけじゃない、壊されたのよ。え、どういうことだ？この人たちが蹴破ってきたの。何よ。け悪いな、ノックが強かったみたいだ。何がノックよ、蹴飛ばしたでしょ。俺たちヤクザにとっちゃあれがノックなんだよ。ヤクザ？ああ、俺たちは噂組っつヤクザなんだ。なんでヤクザがここに？てめえら、マリはどこにいる？マリ？お前ら、死んだマリの両親に代わってマリの保護者をしてるはずだよな。なんでマリがここにいないんだ？いや、そのマリは今他の親族の家に泊まりに行ってて。それが嘘だってことは分かってんだよ。マリの両親のことは俺たちは全て把握している。親族がてめえらしかいないってのも分かってんだよ。いや、そのてめえら、マリを家賃1万円のボロアパートに一人暮らしさせてたんだよな。補助金目当てで引き取っただけなんだろ。そうよ。でもだからなんだっていうの？確かに世間的に見たら悪いことをしたわ。でもあなたたちはヤクザよね。あなたたちが私たちのことを咎める理由はないでしょ。そ
そうだ、お前らの方が悪いことしてるだろうが。確かにヤクザである俺たちの方が悪いことをしてるかもしれねえ。でも咎める理由はあるんだよ。は、はい。俺たちはマリの両親と約束したんだ。すみません、こんな金額しか払えなくて。本当に申し訳ありません。ち、こんだけかよ。まあ今月はこれで勘弁してやる。ちょっと犬塚さん、こいつらに甘すぎません？同情する必要ないじゃないですか。こんなギャンブルで借金を作ったやつらなんかに。俺はこいつらに同情なんかしてねえ。借金を背負ったのも自業自得だしな。ただな、こいつらにはマリがいるだろ。こいつらのせいで子供が苦しむのは違う。それにこいつらは確かにクズだ。ギャンブルで借金を作りまくってるしな。だがな、子供ができたらちゃんとギャンブルはやめた。自分のことより子供のことを優先できる奴らなんだ。だから甘く見てやってんだよ。なるほど、そういうことだったんすね。なら納得です。おい、これ受け取れ。何ですかこれ。本。あ、展示。マリのためにありがとうございます。犬塚さん、いいとこあるじゃないっすか。こいつらから借金を回収できなかった時、マリに稼いでもらわなきゃだろ。それにはある程度学力が必要だ。ただそれだけのため。タイはね。またまた、犬塚さんたらツンデレなんだから。てめえ。ありがとうございます。あの、これなんだ。これ保険の契約書。はい、保険金の受取人は犬塚さんにしてあります。もし私たちが死んで借金を払えなくなったら、これを。マリには払わせたくないんです。さっきのは冗談だ。マリに支払わせる気はない。で、おい、借金の額より全然保険金の方が多いじゃねえか。はい、もし私たちが死んだらそれは全部差し上げます。だから、だからお願いです。私たちが死ぬようなことがあったら、犬塚さんと平次さんでマリのことどうにかしてやってくれませんか。は？俺たちはただの闇金だぞ。それにヤクザだ。俺たちに頼むことじゃねえだろ。他の親族とか。私には弟夫婦がいるんですが、二人とも私たち以上にどうしようもない人間なんです。あいつらなんかにマリを託すことはできない。ヤクザといっても、犬塚さんや平次さんはマリに絵本やお菓子をいつも持ってきてくれるし、優しい人だということを私たちは知ってます。お願いです。もしそんなことがあったらでいいんです。その時はマリが幸せに生きられるようにしてください。身勝手なお願いなのは分かってます。どうかよろしくお願いいたします。マリをお願いします。おい、やめろ。頭を上げろって。分かった。そうなった時はマリのことを任せろ。ここまでされたらそう言うしかないっすよね。ありがとうございます。ただ勘違いするな。もしそうなったら、だからな、マリにとって父親と母親はお前らしかいねえんだ。そうならないよう気張って生きろ。そしてお前らがマリのことを幸せにしろ。もし自ら命を絶ったりしたら承知しねえからな。はい。つうことがあって、俺たちはマリを幸せにしなきゃなんねんだ。その邪魔をする奴らには容赦しねえ。だから俺たちはてめえらのことを潰す。まあ、ただ潰すだけじゃつまらねえし、こいつらには生き地獄を味わわせるか。そうっすね。マリへの慰謝料や養育費も稼がせたいですし、とりあえずベーリング海域のカニ漁船にでも乗せますか。こいつらにはそれじゃ甘すぎるだろ。いや、カニ漁船には乗せるか。とある水族館からシャチを一頭取ってきてほしいって頼まれててな。こいつらを餌にしてシャチを捕獲しようじゃねえか。うわ、
いいっすね。ベーリング界にシャチいますし、なら死んだ時のために保険金もかけときましょう。ああ、そうしとけ。やだ、シャチの餌になるなんて。 お願い、それだけは勘弁して。勘弁なんてしねえっつの。諦めろ。そんな。よし、連れて行くぞ、平次。へい。こうしてマリちゃんのおじさんとおばさんはベーリング海域のカニ漁船に乗せられることに。その後どうなったかは知らないけど、マリちゃんの慰謝料と養育費はちゃんと振り込まれているようだ。ちなみにマリちゃんの両親の借金もあの二人が稼いで返すことに。そして私はというと、ここは、あ、かなみさん、マリちゃん。そうか、私気絶しちゃったんだ。やっと起きたか。まさか気絶するとはな。あ、マリちゃんは渡しませんよ。もういいっつの。マリはてめえに託す。え？俺たちはてめえの覚悟を試したんだよ。あの時俺たちはマリがおじとおばにされてることを知り、マリの家に駆けつけたんだ。そしてお前がいた。お前がマリのおじとおばのようにまたマリを利用しようとしてるんじゃないかって疑って、俺たちはお前を脅してみたんだ。あそこまで脅してもマリを手放そうとしなかった。だからてめえはちゃんとマリを幸せにしようとしてるってのが分かったんだ。そうだったんですね。犬塚さんと平次さん、ヤクザだけどとっても優しいんです。前からお父さんやお母さんに仕事を紹介してくれたり、私にお菓子や本を買ってきてくれてましたから。そう、ごめんなさい、私それなのに勘違いしてしまって。いや、俺たちがあえて勘違いさせたんだから仕方ねえ。俺たちこそすまなかったな。いえ。あ、そうだ、こっちでいろいろ手続きしておいてやったぜ。マリと養子縁組をしておいた。だからこれからはマリと正式に一緒にいられる。ありがとうございます。マリちゃん、これからよろしくね。でもかなみさん、本当にいいんですか？私目が見えなくて迷惑を。だから迷惑じゃないって。私がマリちゃんと一緒に暮らしたいの。そしてマリちゃんを幸せにしたいの。ただの私のわがままだから。マリちゃんがよかったら。私はかなみさんと暮らしたいです。じゃあ決まり、絶対に幸せにするから覚悟してね。よし、俺たちは行くか。へい。あ、これ俺たちからのプレゼントだ。え、何ですかこれ。お金？受け取っておけ。いや、こんなの受け取れませんよ。受け取れ。その代わり約束しろ、必ずマリを幸せにすると。幸せにしなかったら今度は本当に撃つぜ。はい、わかりました。必ず必ず幸せにします。犬塚さんたちから受け取ったお金のおかげで私は借金を返すことができた。天国の娘の分もマリちゃんのことを幸せにしていこう。そして天国のマリちゃんの両親の分もたくさん愛情を注いでいかないとな。